素晴らしい決断。産経新聞2022年7月30日、兵庫医科大が孔子学院を閉鎖、スパイ機関との指摘も。記事によりますと、兵庫県の西宮にある兵庫医科大が中野国の大学と共同運営していた中医薬孔子学院が2月28日付で閉鎖されていたことが30日分かった。孔子学院は中野国の政府が世界各国の大学などに設置する非営利教育機構、中野国の友さん党のスパイやプロパガンダ機関との指摘があり、友さんは共産のことを言います。動画で連呼を避けるため。スパイやプロパガンダ機関、プロパガンダは政治宣伝。文部科学省は運営の透明化を大学側に求めている。日本人ってお人よしすぎ、のんきすぎなんかな。孔子学院は中野国政府が中国語と中野国の文化の普及を目的として2004年から設置を推進。世界160以上の国や地域に550を超える孔子学院が存在する一方、お米の国って書くところやカナダ、フランス、ドイツ、スウェーデンの一部の大学が閉鎖した。閉鎖しているところいっぱい出てきてんねんから、日本の孔子も。これを機に全部閉鎖すべきやな。日本では平成17年、2005年の立命館孔子学院を皮切りに設置が進み、兵庫医科大は北京中医薬大学と提携し、24年11月に開設。中医薬教育や研究活動に取り組んできたという。兵庫医科大の広報誌によると、閉鎖理由は、運営母体の中野国国際中文教育基金会との協定期間が満了したとしている。中野国は、中国は、友さん党一党独裁の国です。めっちゃやばいところです。中野国の友さん党と日本共産党は同じ組織です。世界各国の友さん党は、コミッテル何々支部。コミッテルはコミンテルンが正式名称です。コミッテルって呼んでます。コミッテル何々支部として誕生した一つの組織なんですね。で、コミッテルはもう消滅した言うて、突っ込んで来られる方、突っ込みたい方いらっしゃると思うんですけど、消滅したように見せかけてるだけであるでしょうって見てるといいんですよ。コミッテルには指導団体がございました。昔から分かっていました。それは自由なおそうめん屋さんでした。自由フリーおそうめん名村。都市の伝説界隈では、とても神秘的な互助団体。助け合いの精神があるところ、みたいな。入りたいな、憧れって感じで紹介されることもございますが、一部の人だけが悪いことしてんねんでって言うてる人たちもいますけど、って見てます。お米の国って書くところは、おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国です。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっているっていうことを念頭に置かないといけません。中野国の友さん党と関わってはいけないのです。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。で、資本社会、友さん、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、おそうめんの大元が作ったもので、揉めさせるために作ったよね。で、この世の中あちらこちらに工作員ってほんまにいるんですよ。石化工作員って言われてたみたいです。石化は赤く化けるって書いて、石化っていうのは思想を友さん主義に変えていくこと。赤旗の赤い色は豚さんブヒブヒを血祭りにして、その血で染めた時の赤い旗。バルカン半島で豚さんブヒブヒを血祭りにして、イエーイって振りかざした旗。みんな、このように、しやって言い張って。一般の人たちのことを、ゴイムとか、思ってる勢力があるんですね。ゴイっていうのが、豚さんブヒブヒ。豚さんブヒブヒが人間の顔をしているのは、その、選ばれた勢力が、不愉快に思わないがために、人間の顔してるんや。でも、あいつらは、ゴイやねんって。ひどいことされて当然って思ってるみたいやで。恐ろしいわ、もう。資本社会友さん、この三つの主義の中で、資本だけが自由に楽しく暮らせて、社会友さんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけないようにされてしまうので、お話を聞いてあげない。関わらないようにすればいいんですよ。世界を一つにワンワールドにしたい勢力のご計画として、まず、社会の窓主義の世界にして、後に友さんにしていくっていう計画があって、すべて国民が選んだという形で推し進められていくので、社会の窓主義と友さん系の連中と会話をしない、関わらないという選択すべきなんですよ。工作員がやっていることは洗脳オルグ、立間工作。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことなんですけど、この間コメント欄に、オルグといえば聖丸の組合員勧誘活動の、丸の部分は教や思うね、聖教の組合員勧誘活動の組織内部故障でもありましたねって。ググったらありました。ユニオンネクスト、労働組合のこれからをサポートっていう。
サイトがございまして、この記事はユニオンネクストからユータでーって URL 貼ったら使ってもいいよってなってるんで、ということでご紹介。2016年9月30日の記事、タイトルがオルグになっていて、労働組合の発展や組織強化に欠かせないオルグやって。労働組合は働く人々を組織化することで成り立っています。特にオープンシップ制を取る労働組合においては、組合に属していない従業員に加入を進めることが組織強化の原点、組織活動の必要性や魅力、メリットを誠意を持って加入を促していくことが重要です。オルグって言葉はオルガナイゼーションっていう組織化の略語みたいですね。労働組合が組織拡充のために勧誘活動をしたり、組織強化のために下部組織や組合員に対して教育指導をする行為を指すと解説されているんですけど、私が先人の書で調べたところ、労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織、各企業に労働組合を作らせる活動が行われた時、オルガナイザーってこわもての兄ちゃんやおっさんを送り込まれてるんですって。わしらが会社と話つけてあげるよって入り込んでるんです。万国の労働者よ、団結せよ言うてカール・マルクスが言うてんけど、資本家は悪、俺たちは搾取されてるんやって、労働者を束にして暴れさせるために作ったみたいやなって分析しました。ドイツの極悪非道にされているひーちゃんも若い頃はずっと労働組合に悩まされて、一体こいつら何やねんやろって調べて、あそこがあかんねんやって、その根本原因にたどり着いてしまったみたいなんですけど、なぜか入ってしまったところがなちなちあれ社会の窓主義なんですけどね、利用されたんちゃうかなって私は見ています。ほんまは純粋な人やってんけど、いつの間にか極悪非道にされた、すり替わった、いや分からへんわその時代のことはって感じやねんけど、何しか気づいたらひどいやつに仕立て上げられたって感じがすんねんけど、私が先人の書を紐解こうと思ったのは、社会統計の実にお偉い肩書き立派なすごい先生とお仕事させていただきました。すごかった、リスペクトできへん。何やこいつ、政治学者ってこの程度でなれんの。社会党って何なん。社会党は社会の窓主義インターナショナルという国際組織、非常にヤバいところだったんですね。ちょっと余計な窓入れてますけど、社会党といえば V の高子、村山の富市、中の国に南の京って書くところの捏造記念館なるものがございますよね。あれを作らせたのが社会党の田辺の誠やねんけど、 V の高子や村山の富市は中の国で大活躍しててね、何やろうずっと疑問だったんですけど、社会の窓主義インターナショナルと中の国の友さんの大元コミテル国際共産党第3インターナショナルと、もともと同じ組織で第2インターナショナル時代は一緒の組織やったんですね。恐ろしい。で、核の命が成功してコミテルができたんです。レニンのおっさんがコミテルを作ったんです。レニン、ほんまはレーって伸ばす人。マルクスをレニン主義いうのがあるやん。あのおっさんがコミテル国際共産党第3インターナショナルってのを作って、そこに行かなかった人たちが社会の窓主義インターナショナルに行ったんですね。社会の窓主義が資本主義国における嫌がらせ団体、何でも反対して国壊していくねん。しつこく何度でも言わないといけないことが、我が国日本は資本主義国、日米同盟があるからなんとかなっている敗戦国で、国民が選んだという形で資本主義の国を壊され、社会の窓主義にされて後に友さんにしていくっていう計画があんねんから、それは阻止するべきで、誰とでも仲良くなんかしたらあかんねん。自分の身の回りから社会の窓主義やコミッテル系を排除していかないと、めちゃくちゃにされるってことを肝に銘じて、中野国の講師の学園なんてもってのほかやって切り捨てるべきなんですよ。